はい、山本一郎です。こんにちは。えー、今日お話をしていきたいなと思っているのは、アビガン大丈夫なのかなっていう話でございますね。どうもその、聞くの聞かないのっていうことで大騒ぎをしているわけですけれども、あの、まあ、結論から言うと、おそらく今のところ聞いてるエビデンスはないっていうことでございましてですね。 あのこれ一番気にしてるのは安倍晋三さんがですね、まあ、コロナウイルス対策日本初の一番強いその施策を打ちますよと言ってる中にですねその5月中にそのアビガンの、まあ、承認を目指すというようなことを言ってしまってですねえっ、ー、っていう話がやっぱりあったわけですよね。でこれあのまあもういくつもお,、まあ、お話は出てますけれども。 えー、残念ながら効くというエビデンスがなくてですねでエビデンスがないまあまあそのいろんなその追加試験とかもやってきてはいるんですけれども,も残念ながらあ有効だというようなその結論には至ってないということで、えー、その承認をするんだ要はお薬として皆さんにこう反布できるような状態まで早く持ってきたいよみたいな話はしていたんですけれども、まあ、非常に残念なことにですね、まあ、その期待はそらく実現することはないだろうというようなところまでこう、まあ、否定されつつあるというのが現状ですと。 でまあ、一番その厄介なのはもちろんその今回のコロナウイルスもインフルエンザウイルスも、まあ、ある意味でまあ似たようなもんって言ったらちょっと言い方ですけど、まあ、ウイルスであるとで、まあ、ウイルス前のものをです、ねえーまあ、なるだけその体の中に入ってきたものをです、ね、その細胞をその宿主にしてその分裂をしたりしないようにということで、えーまあ、非常にこう強い機きがあるんじゃないかと期待されてできた薬品だったんですけれども。 まあ蓋上植えで見るとですね刺してこうインフルエンザに効かないわけですよね。でまあアビガンの備蓄が何万錠とかって、まあ、200万錠かな,なんかそれをやると何度っていう話になっていたんですけども、まあ、残念なことにですね、まあ、そこまでこう備蓄するまでもなくですね、まあ、これは効かないだろうということはですね何、まあ、となく分かっていたわけですよね。ただその万が一効いたらいいよねとで一部そういう知見でこう意味があるんじゃないかみたいなことがその、まあ、論文で中国を発意して出たので。 まあそれだったらその日本でも、まあ、あまあそれに似合った形でこうやっていけばいいんじゃないかなというふうに思っていたと。で実際そのまあこのネタとしては富士フ,フィルムですよね富士写真フィルム富士フ,フィルム富士フ,フィルムさんかの,あのまあ下にあるその薬品会社が持っているその特許っていうのはまあ既に切れていますと。なののでそのまあ いわゆるそのゾロシンと言われているジェネリックの薬品というのはまあ同じような成分でいろんなところにこう出せるというのがあるんですけどもまあ中国なんかはそういうのをその製造をそのどんどん進めているということで,ですねまあ日本だけがそのアビガンジョを持っているわけではないんだけれどもただそのいろんな国で治験をやっていく中でいうとそのまあ今のところそこまで効果がないというものに対してどうやってその日本がこれからそのまあリベンジプランを出すのかみたいな話が今なっていると。 で今、まさに藤田医科大学というところは、ですね阿炎がまだ効くんじゃないかということで、ですね、まあ、8月に向けて、あのまあ、中間報告に向けて、ですね、まあ、いろいろやってるっていうことは、まあ、報道で出てたんですけれども、そもそも5月に厚労省が薬として承認,するという承認させるということで、安倍さんがそれを目指すと言っちゃった以上、ですね、まあ、ある意味、政治的な問題になっちゃうんですよね。 で単純にこう、まあ、薬の承認ステップから言うと、まあ、残念なことにその、まあ、エビデンスがないという話になってしまうんで、まあ、アビガンをその、まあ、配ろうと思ってもその聞いてますと言いづらいと。でもともとアビガン嬢がその、まあ、聞くっていうふうに言った話っていうのはもうこれはもう官邸の話でございましてですね、まあ、もう報道で出てるんで、まあ、書いちゃいますけれどもああ言っちゃいますけれどもその今井隆也さんというまあ首相秘書官がですね えーまあ、これいけるんじゃないのということをですね官邸の中で言って、まあ、予算もつけて、えー、日の丸の,その、まあ、切り札というような形でそのアビガンをその持ち上げる経緯に至ったわけですよね。でこの今井さんっていうのはもともと計算官僚の方で、まあ、薬事行政とかは一切関係ない方なんですけどもただその官邸では非常にこう、まあ、安倍晋三さんの中心というかまあ えーまあ、言い方はよく言うとお友達、まあ、言い方はよく言うと、まあ、非常にこう忠実な,あの、まあ、なんか側近というかそういうようなお立場の方ですけれども、まあ、その方がその、まあ、頑張って日本独自のコロナウイルス対策をやるんやという中にこうアビガンをこうバーンと突っ込むわけですね。 で、その際に、こう、2 0何十億円か、こう、国の予算もぶっ込んでですね、その、これが、その、いけるんだったら、どんどん、その、もう、日本初の、まあ、アビガン外交だと、マスクがダメだったら、次はアビガンだみたいな話でですね、<laughs> 一生懸命、その、売り込みに回ってですね、まあ、アビガン配りまくってたわけですね。ただ、その、アビガン効かないだけじゃなくてですね、一個大きな副作用ってありましてですね、まあ、これ、あの、再危形成というふうに言われているものなんですけれども、要するに、こう、 あの細胞の分裂を障害すると RNA の,その転写をこう、まあ、ある意味その抑制するみたいな薬なんで当然そのお腹の中に赤ちゃんがいるとかですね細胞分裂をしていることがその、まあ、正常な分裂をすることが望ましい、えー、まあ立場の人って、まあ、もちろんその妊婦の方とかもしくは何かこう若くて、えー、まあ何らかこうこれからなんかいろいろやっていくぞみたいな方がですねやっていくぞっていうかその、まあ、我々でいうとこのこう、まあ、精神がたくさん増えるような状態ですね。 そういう時にこうやはりそういう薬をそのボンとぶち込むとですね、まあ、しばらくの間問題があるんじゃないかというふうに言われてますとでそれの影響についてはもまあ決して芳しくない結果が出てるようなんですけどもただそのまあ再形成が出てるってことはまあ確実にまあ言われてるとでそうなってくるとですねそんなもんばらまいてどうすんのって話なんですよねでまあ実際こうこうまあ重症化するかしないかみたいな患者さんのまあ同意は取った上でですねそのアビカン結構飲ましちゃったってまあ実際なんですよね で、これどのぐらいで抜けるのか実はまだよく分かってないってなってですね。まあ、その、実際、あの、コロナウイルスかかられて、で、まあ、高熱になって、まあ、当初、その、まあ、肺炎かなるかならないかぐらいの方も入院されてたかと思うんですけども、まあ、その時に、その、まあ、アビガン、こう、わせわせ飲まされてですね、まあ、本人の同意があったり飲むんですけど、飲んでですね、で、あの、その後妊娠とかしちゃうとですね、これ結構危ねえんじゃないのみたいな話になるんですよね。 なので、そのあたりの知見の結果ってのは、これから出てくると思うんですけれども、まあ、残念ながらですね、少なくともその5月の段階で、その、聞くぞっていうビデオスは、まあ、一切ないと。で、一切ない中で、こう、じゃそれを、その、どうやって承認させていくのかみたいなプロセスに乗せること自体、これは政治的なマターになっていて、で、そこで、まあ、実際には、その、日本医師会のですね、その、有識者会議、COVID-19 の有識者会議で、アビガンの早期承認に関しては、積極的でないと、あまりお勧めしないというような形で、 言うたらまあある意味その日本歯科医っていうのはその、まあ、ある意味本当によく今回まあ活躍したというか働いた組織だと思うんですけども、まあ、言うも言わずもこう、まあ、そういった形でですね本来だったらお医,者お医者さんからすればその効果ありそうなものであればもっとちゃんと治験進めてみたいなことを言うべきところをですねあんたあんたこれ効果ないやんけみたいな話をちゃんと言ったってのは僕は偉いなと思ってるんですけどね。 でまあ、実際それを言ったもんであのその知験を担当している藤田医科大学がですねいやまだあの結果が出てなくて8月ごろにその結果が出ますということを言い始めたらですよねただそのそもそもその安倍ちゃんが言ったのはですね5月に承認するって言っちゃったわけですよ承認を目指すって言っちゃったわけですよで5月に目指してるものをですね8月に中間報告でそれまで待ってくださいってこれはまあ,あの話にならないわけですよね もちろん治験やってるわけですから治験の,の中身をその見て本来であればその承認のプロセスに行くっていうのをちゃんとやらなきゃいけないんですけどもそれ以前の段階でもう阿炎が聞く前提で「阿ガがすごい阿ガがすごい」っていうふうに煽っちゃったもんだからそのいかにも阿ンが聞くかのようにちまたに喧伝されてしまったと。 でその上でその、まあ、5月にこう承認するっていうふうに安倍ちゃんも言っちゃったので,でそうなるとですねこういわゆる医学的な根拠とかですね治験、まあ、的なもんあの証拠とかですね、まあ、そういったものを全部すっ飛ばして承認するプロセスっていうのは本当に望ましいのかっていうそういうその、まあ、政治対科学の問題になってくるんですよね。 政治体科学の問題で言うと、やっぱりその政治的なプロセスが優先されるっていうことが応援してあるものなので、えー、それはそれで、まあ、承認しちゃいみたいな話はやっぱり、あの先週から13日ぐらいには出てたと思うんですよ。ただそこで、まあ実際その押し返しの原因になったのは、 あそんな詐危険性のあるような結構重い副作用のある薬をですね、まあ、いかにこう緊急事態だからといって、えー、効果がまあちゃんと見えてないうちから承認してその患者さんにばらまいてしまうというのはこれは良くないでしょうとで本当にこう特効薬的なものだとするならばあもうエビデンス的にこうかなり出てこなきゃいけないはずなんですよねで実際にはそれは全くとかまあほとんど出てこない優位さとしてはほぼ、ま、ほぼまるで出てこないと。 でその上でですね、えー、まあ再危形成があってその飲むべき人をその選ばなきゃいければない特に若い人には飲ませたくないようなものになってしまっているとでそうなってくるとですねまあ振り上げた拳をどうやって下ろすんやみたいな話になってくるんですよね悪い意味で出口戦略みたいな話になってきてですねでまあちょっとこれはやっぱりこうあの政治的にここまで言ってしまった以上はそのちゃんとこう政治の側がですねこれはあかんということで畳んでくれないといけないわけですよ。 あの聞くんやって言ってしまったわけですよねでメディアもすごいいいらしいって言っちゃったわけですよねでいや実はダメでしたっていうふうなことをそのちゃんとそのエビデンス付きで、えー、まあ押し返しがある以上はそれに対してちゃんとこう説明してくれないと困るんじゃないですかみたいな話ですよね。で今のところそれがもう全くないので、まあ、どうなのかなっていうことですよね。 でまあ、実際その、まあ、コロナウイルス特効薬として第1号、まあ、アメリカの某薬品がまあ決まってです、ね、ちょっと名前を一応伏せておきますけど、えーまあ、これもちょっと効果的にどうなのかっていうのは、まあ、出てますよね。で、まあ、本当にこうその急いで承認するべきものだったのかっていうところについては、あまあ、これからいろいろスッと問していくのかなというふうに思います。 でまあ、非常にこうアメリカの,その有力な政治家がですねバックについている製薬会社が出してきたものであるのでそれは日本はその承認するんやみたいな話がまあちょっと陰謀論的に出てましたけれどもただその何らかこうまあ聞くか聞かないか怪しいものでも、まあ、ある程度のエビデンスがなればこのご時世なんでまずは承認してみながらその徐々にこうですね いろんな臨床の中でこう試していくみたいなそういったところでこう、まあ、運用されていくべきものなのかなと思うと、まあ、そこまでこうまあちょっとこうデリケートなところなんですけどねあの見てる限り聞いてないですよねで、まあ、聞いてるエビデンスはもうちょっとちゃんとこうもう一回追試やった方がいいんじゃないですかみたいな感じの。 内容だったので、まあ、ちょっとこう外側で見てる我々からしてもですねまあこれちょっと痛み足だったんじゃないかなっていうふうには思いますね。だそのまあ少なくともその今のコロナウイルス対策でその第2波が来るかもしれないまあ秋以降にですねいろいろあるかもしれないっていうのが出てましたけれども、まあ、これ一番その注目しなければならないのはそのあの我々の免疫の問題でもう一つがそのワクチンができるのかどうかっていうこの2つの問題ですよね。であの我々に抗体ができるのかどうかってはこれはまだ3つで。 であのまあ、抗体が消えてその再陽性になりましたみたいな話って今結構ボンボン出てきていてやっぱり基準もよくわからないっていうのはまあ,ありますとでさらに言うとその今までずっと肺炎に注目されていたんですけれどもどうもその血管に問題を起こすらしいっていことはまあ最近分かってきてですねだとするとその今までその、まあ、コロナウイルスの対策として思われていたあ、まあ、方法ですねワクチンも含めてですけれども実は一回その考え直さなきゃいけないんじゃないかみたいなことはそのゆるゆると出始めてるというのはまあ実態ですね。 でまあ、実際そのこうコロナウイルスの,その変異の数から逆算してもなんかそのいっぱい変異すれば弱毒化するんじゃないか弱い毒になる要は人が死ななくなる感染してもその重い症状にならなくなる、まあ、肺炎を起こしてしなくなるんじゃないかみたいな説も今出ているので、まあ、その辺りはもう少し推移を見てです、ねまあ、判断していかなきゃいけないと。ににはワ、まあ、ワククチチンンですよねでワクチンに関してはその、まあ 今、某、某、アメリカの企業がですね、ワクチン開発に成功したと言ってですね、その株価とバーンって上がってですね、これ大丈夫なのかなと思って見てるんですけれども、なんか、概ねその、まあ、有望とされているそのプロセスについては、まあ、なんとなく見極めがついてきたところであるとは言ってましたね。で、そうなってくると、まあ、再来年の夏ぐらいには、 なんとかその日本人もそのじゃあそろそろあのコロナウイルスの新しい方が出てきたのであの接種しましょうねみたいな話になる可能性はあります。そうなればもう本当に普通の風邪普通のインフルエンザと同じようにそのまああの定着化してですねでいわゆるその季節性感冒とかですね季節性インフルエンザのまあちょっとこうややまあ弱い版みたいな形でその落ち着いてくれることを期待しているというのが今の現状ではないかなと思います。 ということは裏返すともう一回二回ぐらいその流行の波がやってくるであろうとでその時にそのどのぐらいの,その強度でどのぐらいの感染力どのぐらいの,その毒性でその現れてくるものなのかっていうのはまだちょっとよくわかんないと。 これはそれこそ感染症センターで頑張ってらっしゃる方とかあと東京だと大曲さんとかですねいろんな優秀な方が今前面に出てやられてる内容については非常にこうなんていうんでしょうねできることは全部やってるというような形なのでうっかり変な形で政府や対策してる人たちを揺さぶることなく順調にやっていくとおおむねの結果出るんじゃないのかなと思います。 で最後にですね、まあ、ちょっと打足気味ですけどもあのオセアニア全体でですねやっぱり感染による死者数が少ないっていう,こう、まあ、エビデンスがボンボン出てきてはですよねオセアニアって言われるとちょっとこうなんか広いイメージあるんですけど要はアジアプラスオーストラリアニュージーランドみたいなそんなノリですよね死なないんですよね。 であのラッキーだというふうふに思ってたんですよ例えば日本で感染者数が、まあ、まあもちろんその検査数の問題もあって少ないよねみたいな話があるんですけれどもその、まあ、オーストラリアもニュージーランドもおまあ少ないんですよ。でもっと言うとそのあの日本人は死者が少ないって言ってますけど人口100万人あたりに直すとですね、まあ、残念ながらその日本って今実はオセアニアの中では一番スコアが悪いんですね。 100万人当たりの死者数で見ると日本は今、今1位になっちゃったとちょっと前までは韓国だったんですけども。まあそうやっていうふうに考えていくとですね、なんかこう日本の生活様式がとか、日本にはすでに集団免疫がとかっていうのはあんまり関係ないんですよね。それ言ったらオーストラリア人もそのニュージーランド人も日本以上にこう、まあ清潔な人たちなのかって言われると、オーストラリア行ったことある人、はい、いっぱいいらっしゃると思うんですけど、あんまり清潔とは思わないですよね。プールとかエース入ってないしね。なんかひどいとこいっぱいありますよね。 あの靴履いたまみは上がるし、ね、だからそういったものを考えるとですね日本だからその清潔でよかったねっていうのはどうも否定されそうだということが言えるのかなというふうに思います。オセアニア全体で何かあったのかなもしくはその過去の事例を振り返ってですね我々どっかでそういうコロナウイルス1回かかってたんだろうかみたいなのかとかまあいろんなことをその考えながらですねファクター X まだわからないその要因っていうものもですねいろいろ考えながらあコロナウイルスの,その次をきちんと備えていきたいなというふうに思います。 もちろんその、ね、あの緊急事態宣言をどうやって解除するんだとかさまざまな事例だとかあと経済はどうやって復活するのみたいなもの本当の意味での出口戦略というのはもうこれから議論していかなきゃいけないんですけれどもまずはその今起きているそのアビガンの問題に関してはどうも期待外れで終わってしまったのは、まあ、それはしょうがない、まあ、ナイストライだったということで、えー、まあ次へ行こう次とでその時にそに振り上げた拳の下ろし方についてはみんないろいろ考えるようねというようなところで、まあ、お話としては今日は以上ですどうもありがとうございました。